はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうたです。そしてね、目の前に見えます、この丸いつぶつぶ。一体なんだかわかりますか、皆さん。僕がたった今採卵しました、パチェコヒメゾオカブトの卵でございます。いやー、2回目のセットなんですけど、めちゃくちゃ産み悪くて、まあ、1回目のセットでね、確かこのパチェコね、20個取れなかったぐらいだったと思うんですよ、2週間でね、最初の2週間で。でそっから、ま、約1ヶ月、まあ、3週間ぐらいかな。3週間ぐらいしてからの2度目の採卵で取れた卵が5つでございました。ちょっと少ないんだけど、まあ、でも産んでないこともないし、まあ、しっかりね、膨らんでる卵なんで、でね、膨らんでる卵しか見つからなかったんでね、多分追いがけ今してるんですけど、追いがけしてからもう一回セットにね、潜っていただこうかなと思っております。ということでね、今日はこのカブトムシの卵を取りましたと。で、こっからね、ユータはどうやっていつも管理してるんだっていうのをね、動画にしていきたいと思います。いや、5つしか取れんかったのはね、もうほんとショックなんだけどね。僕は大体いつもね、クリアスライダーっていうね、この飼育ケースを使いましてね、卵を管理しております。そんなクリアスライダーってのがこちらです。ダダダダダン。これが蓋ね。蓋はね、こうやってスライド式なんですよ。こちらね、スライドで、ここにこう、スポーって入って、でね、こちらね、この、これね、これでね、こう、カチャッとロックする感じで、蓋を閉めるという感じですね。で、一応ね、こちらのクリアスライダーは容量がね、1.4 リットル見えるかな?はい、容量がね、1.4 リットルということになっております。で、一応ね、まあ、種類にもよるんですけど、僕は、大体ね、どの種類もまあ、大体10個ぐらいまでをベースにね、この一つのケースにまとめてね、管理しております。いや、いろいろあるんですよ。で、このクリアスライダーね、ちょっと良くないとこがね、僕も納得できてない良くないとこが一つだけあるんですけど、キノコバエの一種のちっちゃいキノコバエはね、このね、小さい穴からね、入ってしまうんですよね。まあ、出入りができてしまうんで、まあ、正直なこと言うとですね、本当は出入りができないようなちっちゃい穴のケースでね、管理した方がいいです。で、コバエシャッターっていうね、結構いい感じのケースがあるんですけど、それはね、こんな感じで、このフィルターがついてて、もうフィルターの中でこう穴が開いてるんですけど、ここはね、こう、フィルターのこの、なんていうの?カチッカチッって止まるんですけど、ね、これでね、コバエが入りにくいという感じになってるんです。こっちの方がね、コバエの出入りは少ないと思います。まあ、ゼロじゃないんですけどね。でね、今日何がお伝えしたいかっていうとね、卵を管理するときにね、この水分量がめちゃくちゃ大変です。すごくね、難しいと感じております、最近ね。僕がね、最初にね、難しいな、卵管理難しいなと感じたのはね、ヘラクレスでした。それまでね、まあ、国産のカブトムシとかはやったんですけど、国産のカブトムシとかってね、もう何でも育っちゃうんですよ、結構平気で。まあ、余裕なんですよね。国産のカブトムシって結構強くて、卵もね、余裕でどんどん孵化してくるし、成長に関してもね、ちっちゃい頃の餌に関しても、まあ、さほどね、種類選ばずね、何でも食べてくれて、めちゃくちゃ丈夫に育つんですよ。で、まずはね、このクリアスライダーに、こう、マット詰めまして、僕はね、こうやって、トントントンっていう風にね、下だけ、ちょっと詰めますね。最初ね、ヘラヘラを育てた時にね、加水しすぎてたんですね。僕当時ね、まだプリンカップで3つずつとか4つずつね、ちっちゃいプリンカップに入れて管理してたんですけど、水分が多すぎたりとか、逆にその乾燥しすぎたりして、それの幼虫でね、死んでしまうことが多々ありまして、意外と卵管理とか孵化した後の管理って難しいんだなぁと体感しました。でね、今日は5個なんで、一応ね、見えるところに、まあ、5個入れていきます。僕はね、なるべく角にはしてるんですけど、多い時はそうでもないし、卵によっちゃね、角じゃ良くないなって卵もたまにあるっぽいんでですね、ちょっと孵化率が低い卵なんかは、逆に真ん中の方にね、ちっちゃい穴を開けて、そこで管理することもあります。でね、ここにこんな感じでね、落としていきます。今日はね、5個だからね、ほんと取れないんだよね。まあ多分メスがね、あんまり卵を産んでくれる性格じゃないんだとは思います。同じ時期にやった子はもっと産んでる子いますし、孵化もね、しっかりしてきてるんで、もう問題はないかなと思うんですけど、ちょっと少なめですね。こうするとね、こう側面から見えてね、とても、見やすいという感じですね。大体ね、孵化するのが、まあ分かってる種類だったらいいんですよ。何回もやってる種類だったらいいと思うんですけど、最初とか一番初めの時とかね、っていうのは、やっぱり卵を取ってから孵化するまでがどのぐらい時間かかるかなっていうのは結構重要な要素になると思うので、なるべくね、見えるようにしてます。逆に、まあ、これ見えるようにすると、やっぱこのプラスチック面がね、邪魔をして、なんかやっぱりこう、結露とかでね、水がつきやすかったりとか、で、あとは、やっぱ硬いものですから、ふわふわしたものじゃないと体に傷がついちゃってね、もう生まれたばっかりの時に、良くないよねっていう方も結構います。確かにそんな気もします。でですね、まあ、種類によったら、乾燥ですね、難しいんだけど、
僕がやったマルガリータヒナカブトなんかはどっちかっていうと乾燥しない方がいい。結構水分がある方が良かったりもします。でヘラヘラに関してはね、逆にどっちかっていうと乾燥気味の方が良かったりします。でこの乾燥気味とか、まあ、水分多めとかっていうのは本当個人のね感覚によるものが多いので、かなりね説明がしづらいんですよね。はい、という感じで、こんな感じでね、上にマットをもう一回乗せます。最初はね、結構上から、ほんと1センチ、2センチぐらいの時に、ところに、管理もしてたりしたんですけど、やっぱ乾燥したね、そうすると逆に。うん。で、やっぱり、まあ、昆虫の卵ですから、水分はいりますからね、確実に。で、まあね、あとは、生まれたばっかり、まあ、産んだばっかりの卵なのか、それとも結構産んでから1週間、2週間、時間が経ってる卵なのかによっても、ちょっとね、その辺の管理は若干、水分の管理はね、違うような気もします。はい、という感じで、ね、僕はこんな感じで、いつもね、卵管理しております。で、今日はね、加水しなかったんですけど、穴開けた後にね、加水してから卵を入れたりとか、卵を入れてからね、ちょっと加水してみたりとか、いろんなね、やり方をするときがあります。でね、例えばね、シャムゴホンズのカブトなんかそうだったんですけど、孵化まで結構時間かかったんですよ、うちは。で、乾燥してたっぽいなと思ったんですけど、後に、加水しなくても全然孵化しました。実はね、乾燥してると思ってても実は加水しすぎだったりとか、そういうこともね、まあ、多々あります。ただあまり加水しすぎると、まあ、正直なこと言うとですよ、初例でそのまま僕みたいにこうマットを一回食べさせる管理の場合は、水分がね多すぎると劣化が早いのかね、水分が多すぎる餌はあまりやっぱ基本的には好まない。なるべくなら乾燥してる方が、なるべくならね、産卵セットそのままの方がいいと思います。僕のね、感じで言うと、乾燥させすぎると、孵化率は下がるけど、幼虫は育つ。で、加水しすぎると、孵化率は上がるけど、幼虫が死んじゃう。こんな感じですね。僕のね、感じた感想はこんな感じでございました。いやー、面白いんだよね。この加水具合ってほんと難しくて、ほんとシャムゴホンズはなんか、乾燥しすぎちゃって失敗したなーと思ったんですけど、まあ、実際は加水しない方がいっぱい孵化したし、幼虫もちゃんと育ったという感じですね。孵化はするけど、幼虫は育たないみたいな。もう幼虫が一口も食べてなくて、真っ白の状態のまんま、ひっくり返した時にね、たくさん見つかるみたいなのもあるんですよ。それは多分マットが悪いですね。マットが悪いというよりも、多分加水しすぎなんだと思います。でね、まあ、パチャコヒメゾウカブトに関してはですね、同じお父さんお母さんの卵たちもね、孵化が始まっておりましてですね。あ、これだね。はーい、こんな感じ。こんな感じでね、孵化が始まってる子もいますね。これ背中だね。ということでね、今日はクリアスライダーを使った僕の卵管理の方法でございました。まあコツと言いましても、はっきり言ってですよ。僕は産卵セットのマットをそのまま使うので、孵化してから、まあ2週間から1ヶ月ぐらいはこのケースの中で過ごさせる関係上、マットの加水具合がね、非常に難しいです。はっきり言います。難しいです、これは。なんでね、本当にたくさんやりたい方は、まあさっきのね、こんな感じで、加水したティッシュの上で管理しまして、こういうね、蓋を作ってもらってですね、こう穴開いてるんですけど、こんな感じで、まあ、孵化したら、まあ12時間ぐらいかな、まあ朝と晩見ればいいんじゃないかと思うんですけど、孵化したら新しいマットに入れてあげるっていうのも、まあ一つね、作戦なんじゃないかなと思います。結構ね、僕の感じるにね、座位に産むタイプ。座に産むタイプは、あんまりそのバクテリアの関係上なのかわかんないんですけど、結構ね、採卵して孵化してから移動させた方が、なんとなくいいような気がします。で、カブトムシは逆にですね、あんまり、初例の拒食が起こりやすいような気もするんで、その辺はね、まあ、種類によって、ま、いろいろ試してみていただくとな、と思います。で、もちろんね、その加水具合だけじゃなくて、産卵セットに使うマットの質にもかなり、よるところが多いと思うんですよ。やっぱりね、熟度が高い方が産むよねって言われる種類なんかは、そのままマット使うとですね、結構熟度の高いマットを使ってセットを組んで、そのまま幼虫に食べさせると、ちょっと幼虫の成長が悪かったりとか、孵化はするけど、初齢ちゃんが大きくなんないとか、そういうことがね、多々起こるんで、その辺はね、マット選びにも、まあ、産卵させるだけじゃなくてね、初齢幼虫ちゃんの食べれるマットを使っていただくとね、まあ、その辺を意識していただくといいんじゃないかなと。思います。パチェコヒメゾウカブトに関しましては、もしね、幼虫がたくさん取れる販売の方もしていきたいと思いますので、ぜひね、概要欄から、販売リストなんかね、見てもらうと非常に嬉しいです。もしよかったらね、見てみてください。はい、で、ちなみにね、お母さん今餌食べてます。オスのケースなんですけど、オスは見当たらないんだよね。まあ、寿命が短くはないんですけど、結構ね、ヒメゾウに関しても、餌しっかり食べれてないと結構落ちちゃうイメージがあるので、その辺はね、しっかりね、やっぱりカブトムシなんでね、しっかり観察していただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。たくさん孵化してね。